一つは双葉未来学園の真文新聞と小戸岩です。僕たちは総合の時間で江戸の町小平の地区にあった鉄の遺構を見て新しい鉄を復活するということをしています。町の海岸で水菜を集め、それを自作を口に選別しました。そしてこの選別したものをこの貝殻ごと一緒に、歓迎する作業をこの家で行っています。これどこ押すの？待ち時間が非常に長いのでバーベキューをします。失敗作？ああ、不純物が覗かれていない。いや、完璧な鉄ではない。磁石につくかどうかやってみましょう。おお。つくのはつくね。じゃあ我々は砂鉄を固められたということですね。こんな簡単に粉々になってしまう脆い鉄。重いです。ダメ。光ってる。おそらく鉄。じゃあ一応成功しましたね。まあ、成功って成功。